はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、電磁砲と爆裂パンチで、題名決まってません。行きましょう。はい、こいつらもまだですね。題名何にしよっかなー。もうパート3だけどな。まあ、いっか。とりあえず、電磁砲と爆裂パンチで、攻略したら、命中は何パーに収束するのかやっていきましょう。はい、電磁砲。いいね。珍しく一発目から当てていく。いや、もうさ、結局、これ、1、2と全く同じ結果を繰り返したら、50% ぐらいになるけどね。おおむね。パート3、あ、外れた。こっから何分の何か言うのやめとこっかな。最終結果をお楽しみみたいなね、感じで。今でもだいたい500発ぐらい撃ってるから、1000発ぐらい行くのか。1000回か。だい試行回数1000回ってそうでもないよな。どうなんだろう。まあ、なんか、理系っぽく言ってたけど、ここまでそんなにわかんないですね。スロットとかだとだいたい期待値出すの10万回ぐらい、10万回、とかだと思うけどね。はい、何でもスロットで例えちゃうね。やるよね、さすがに。なんかサンダーが先頭にいたからサンダー使ってるけど、今日はサンダーを活躍させようかな。ずっと影薄のサンダーさんね。あー、外れる。なんか当てるのも外すのも地味なんだよな、ずっと。あー、外れる。ではまだ未だに8連続外れは3連続。強制度3だ。頑張ろう。これで、4連続ほんとか。変えるしかねえじゃん。マイキーチャンスだったね、ここ。まあでも4連続まで来たなら10連続を狙っていきたいところ。はい。うわ、5連続ですね。大丈夫か。はい。6連続。いや、すごいぞ、これは。結構すごくない？前先よし。はい！ 7 連続これ、パート2まで何だったっけな？あ、8連続やばいやばいやばい、つまんない。どうしよう、ヘラヘラしながらずっとつまんない。あー、残念、8連続か。これではまだまだだな。そっか、8か。まあ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 。どうなんですかね。皆さん、何連続外しまでありますか？数えない、わざわざ。これでも8多分最高記録だな。過去を振り返っても。8はそうそうね。そもそも8回も連続で命中50の技なんか使わないからな。普通にね。あ外れた。ちゃんと外していくな。ピピなくなっちゃうよ。いや、これ足りるか。OK。カードで足りないんじゃないの？また。ポケ戦行くのが本当にめんどくさい。出る気ね。はい、ありがとう。よし、そしたらまあライバル戦ぐらいだったらいけるでしょう。いや、でもサンダーを、どうしようかな。まあ、行くか。サンダーとマイキーくんがもう使い物にならないってことだからな。500。あと13回で500回でしたね。うん。まだ500回は言ってなかった。最後に500回時点での確率を出してから、あとは内緒にしよっかな。ゴルバットね。テンさんにしちゃったよ、最初。ゴルバットからか。これは噛みつくが良くないぞ。あ、オッケー。にしてもミュウツーかっこいいな、後ろず。毎回思う。はい。オッケー。調子よし。調子よしか。8連続外ししたけど、調子よしって言ってる。いかに俺が適当なことを言ってるかが分かってしまうね。ニューラね、オッケー。爆裂パンチがある。まあ、怪力でやってバラバラにしてやってもいいけど。うわ、当てていく！今回はミュウツーが調子いいかな？ミュウツーの爆裂パンチ逆にかっこいいな。なんか長距離で攻撃しそうな感じだけど、逆にね。
長距離タイプが近距離に行ってめちゃくちゃ近距離強くて、私が長距離の遠距離攻撃しかできないと思ったかみたいな感じでぶっ飛ばすパターンのやついいよね。パッとキャラクター思いつかないけど、テンさんはダメです。いや、テンさんは意外と両方できるか。天津飯ね。ミュウツー行こう。入れ替えなきゃよかった。当てない、やばい、呪われる。あー、呪われた。呪いって技冷静に考えるとかなりえぐい。よし、落とすよね。なんかレベルがやっぱな、差し詰まってきてるよね、だいぶ。うん、差し詰まる、差し迫ってきてるよな。マグマ嵐、なんか全然32だもんね。こっちの最高レベルがあっちの最高レベルと一緒だもんな。倒す？あー、ミュウツーの電磁砲で倒せない、マグマ嵐。残念だね。なんか呪われている。果敢に攻めるマグマ嵐。ミュウツーを完全にして天を失っていないなんて強すぎ。やられそうなんだが、イエーイ。このさ、爆裂パンチと電磁砲って両方当たった瞬間の気持ちよさすごいよな。アニメーションがいいんだよね。よし、とりあえずライバルはクリアして、いやーでも PP 絶対足らんな。足りないけどここまで来てるからこいつらやるか。はい、もうだろうな、んだろうな。はいはい、全員倒してやるぜ。こいつ、こいつこんなセリフ吐いてたんだ。迷子だろうが何だろうが俺の目の前に出るやつは全員倒してやるぜ。で、こらった27レベル1体だからな、これ。だいぶやばいやつだな。あと素早さ勝ててないな。うぇーい。いいね。8回外しがあったから、8回外すってことはさ、8連続で当ててもいいってことだもんな。でも8連続で当てた後に確率が50に戻って、もう8連続当てたっておかしくないってことだもんね。やっぱ16連チャンぐらいは狙えるな。継続率 50% なんてないよな。ベトベトンか、よくないな。まあ、入れ替えるのもあれなんで。あー、外れた。硬くなる。これ小さくなるやられると終わっちゃうんだよな。比較倒れになっちゃう。ああ。アタック。はい。よし。ああ、まあ、うん。まあ、思ったよりは、当てたかな、ぐらい。あ、小さくなってこないですね。助かる。ここはおとなしく入れ替えて、ピカ様にやってもらおう。混乱している。もちろん。これ、ピカチュウさ、周りのインフレについていけないキャラに なりかねないな。大丈夫か。電気玉ごときでは耐えられない圧倒的な差があるけど。やばい、しかも当てない。小さくなるないっぽいな。次でやられてしまう。あー、3連続外し。乱数。はい、あー残念。ちょっときついな。ちょっと強いモンスター出るとちょっときついな。はい、オッケー。いいですよ。いいね。やっぱちょっとあれだな。マイキーとピカチュウはついていけてないな、この、世界のインフレーションに。大丈夫でしょうか。はい。爆裂パンチ。だからさ、このままいくと本当、全員30何レベルで四天王行くことになるけど、大丈夫か。技でカバーできるとかいう次元じゃないけど。技もカバーできないしな。あと、影分身使ってくるやついたな。よし。倒せよ。はい、ですね。やりました。やっぱ均等にレベル上げるって呼べえよな。よし、そしたらポケ戦行ってきたので、残りを倒していきましょう。クハハ。クハハ。
ベジータみたいだ。ベジータのような笑い声。行きましょう。痛いね。ありがたい。トガースちゃんで、あーやばい。戦闘がテンさんだ。いやもう行くしかないな。よし。入れ替えるぐらいなら攻撃した方が早い。2連続で当てればいいだけなんだから。はい。よし、ナイスわけよか。当てればいいだけ。当てればいいだけ。めっちゃ気持ちいいな。一撃必殺に勝るとも劣らない気持ちよさを秘めている。ベトベトンね、変えます。ちょっとベトベトンとかあたりになると辛いんだよな、結局は。ちょっと強いよね。はい。当てるな。え、なんか調子よ、良い？良くなってきてない？あ、8連続で外してるからね。あと2回で、500回ですね。はい。あ、外した。500回で締めるってことだね。あー、違った。で、500回ですね、これで。500分の265です。どんぐらいだ ?500 分の265。これは計算できそうだね。53%。53%か。ちゃんと収束するな。自己暗示覚えん。33で自己暗示覚えんの。53。じゃ、ちょい上振れってことで。実につまらない結果なんだけど大丈夫かな。まあ、こっから先はちょっと秘密にして、やっていこうかな。うん。最終的にどんぐらいになるのか。どうなるんだろうね。どんどんね、今から 50% まで落ちたら結構だるいけどな。まあ、そんなきっちり50にはならないと思うんだけど。今からそんなに落ちたら、めちゃくちゃ苦戦する羽目になるけど。のりおさんね。バーディー。行きましょう。点3で十分でしょう。はい。今からずっと 50% を保てばいいだけなんだから。よいしょ。そして、ドガースね、変えよう。ここが均等にね。マイキーくん全然活躍してないけど。天皇までに進化できるんか、あいつ。よし。いいですね。サンダー25レベル。ああ。強くもないな。弱くもないけど。強い。俺、そういえばさ、最近、ここ、連打して歩いてたらさ、ここに、満タンの薬見つけたんですよね。これって有名な場所ですか？俺、全然知らなかったわ。偶然、なんか連打しながら歩いてたら見つけた。あんなとこの隠しアイテム分かるわけなくない？攻略本とかなしに見つけられた人いるんかな、あれ。ほぼ不可能だよね。全部のマスを A、A 押しながら歩いてる人ぐらいしか見つかんないと思うけど。僕タイプはきついね、やっぱ。でもドガースは可愛いから許す。ガースモグ、毒にしたらちょっと微妙かも。許せないかも。もしかしたら。安定ですね。あ、外しますよね。わけわか出ろよ、さすがに。どうしてなんだよ。こっちは 50% 全然取れないのに、相手は 40% じゃない、30% の毒にして、さらに自爆を食らう。まあまあ最低な状態だな。ウーバー。いやもうこの点さんいらねえや。爆裂パンチを消費して、禁止にしよう。爆裂パンチを当て続けないと毒でやられちゃう状態。かわいそう。あったとこで直さないしな。85、高いね、攻撃力。素早さも言ってそんな低くないんだな。さすがにドガースは無理か。変えましょう。サンダーね。はい。いいねー。そろそろ8連続無効チャラにしてんじゃない？な、急所、今じゃない。やりました、ヤスジさん。
ドロドロ出た、ドロドロ。何ドロドロって。泥棒が言うセリフじゃないでしょ絶対。ドロドロって表現ある。お化けとかか、お化けとかそういう表現な気するけど。あー臭い花ね。ここでも天さんが役に立てない。禁止になる前に爆裂パンチを消費するぐらいしかやれることないぞ。あと混乱、ほんで巻き輪以外だと負ける。やい、溶かされて死んだ。耐えるんかい。あー出た、最後の最後で役に立ちましたね。残り少ない PP で1体を倒す。1人1殺。もうこいつは道中でやられるでしょう。テンさんはよくやった。頑張った。素晴らしい。偉い。いい子。あー、外した。あとなんか急にすごい睡魔に襲われてる今。カレー食べたからかな。よし。臭い花を、あ、なんだ、麻痺しないのかと思った今。間がすごすぎて。あー、よくないな。だるい。よし、直して、電磁砲。よし、オッケー。ミュウツーの電磁砲もあと一発しかねえのか。ピカチュウとマイキーで頑張るしかないね。まあ、なんてこと。そうですね。ああ、お昼寝しました。あ、テンさん力尽きた。急な睡魔に見舞われたな。すぐ眠くなるな。糖質を取りすぎているな。最近さ、そう、すごい、沖縄、黒、黒糖、飴みたいなのにハマっちゃって、常時甘い飴を舐めてますね。よくないよね。よし、ナイス。電磁砲を当てていくサンダー。いえ、倒せないんかい。ラッタすら倒せないサンダーが。サンダー一匹縛りの時大丈夫かな。このちょい残しってほんとさ、このPP が枯渇しているこのプレイではちょっと嫌だな。結構爆裂パンチに頼りたくなるよ。頼りたくなるっていうか、最初から爆裂パンチならよかったもん。外すんかい。さらに怪しい光。8連続当たらないを体験したってことは、8連続当たりもちょっとやりたいよな。噛みつくね。いるんだ。てか素早さ負けてんのかわいそうだな。混乱、ひるみ。ああ、そもそもこっちの攻撃の命中も50、攻撃できる確率がめちゃくちゃ低いんじゃないでしょうか。わけもわからず、伝説さん、伝説さん、昼見そう、そろそろ、あーですよね。昼ませるのも昼見がいつ出るのかもうわかるのも得意。あ、負けや。何もできなかった、無力。これやっぱさ、まあそうね。ああ、先制した。先制した？サンダーより速いのか、こいつ。サンダーなんか一番速そうなのに。電気タイプなんかめちゃくちゃ速くなきゃいけないのに。いや、やっぱ後半になりにつれてさ、いや、序盤は当たんなくてもさ、こっちがやられないからまだよかったけど、こっちがやられてしまうパターンが渋いよな。一匹やられるだけで結構きついからな。もう二匹もやられている。止めた、止めた。戦闘誰？あ、マイキーじゃダメだ。何もできないこいつは。無力。当てることすらできない。頼むって。無力。大丈夫かこいつ。小さくなる覚えてないか。混乱してから交換しようって思ったらだいぶ劣勢。よし、ようやく当てたけど弱い。当てたけども
混乱している。マイキーくん、なんか愛着はあるんだけど役に立たない。まあピカチュウなんて頑張るか。はい、はい、ね、なんかピカチュウがな活躍しちゃうんだよな。このピカチュウの活躍をサンダーに振り分けてあげてほしい。サンダー今んとこほんと、ああ帰るか。8連続外しをアシストしたぐらいしか目立ってないな。ミュウツーはあの後ろの首元が変なことぐらい。よし、 OK、 ラス1のレンジ砲当てた。レンジ砲ラス1か。もう2人トレーナーいるっけ、もう1人だっけ。 TP がしんどいですね。ヒャヒャヒャ、うん、楽しそう。ああもう1人か、よかった。もう1人ぐらいならいけるっしょ、さすがに。ここのロケット弾の音楽ほんと陽気すぎるよな。てんてんて、音痴バレた。あードガースね、爆裂パンチ行こう。ユナイテッド、デトロイト、なんとかスマッシュ。あー最近ヒロアカいてるからもう追いついたな。1週間ぐらいで100何話見れたな。うわー、ピカチュウ無理だろうな。うわー、ヤバめ。ミュウツーが経験値吸収した。残り1体のポケモンによってはまずいぞ。だいぶ大丈夫か。2体だっけ、ドガースか。自爆してくれてもいいけど。あーうち、やばい、これはやばいな。いやどうしよう、自爆待ちしようって思ったら自爆してくれたけど耐えるよね。あ耐えるな、さすがにね、さすがに。終わった。あれ終わりこれ。あーなんだ、いやなんか秘伝要因が手持ちにいるけど、これはちょっと許しても。もう戦闘終わりだしね。まあ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 いいじゃないの、エンジン砲と爆裂パンチでクリアするって言っただけだし。自爆急所あそこで出るとは思わないじゃん。はい、まあそんなガバガバなルールなまま半分とこか、いきましょう。はい、そしたらカードキーのとこね。俺の好きな無能なロケット団員がねここにいるから。こいつのセリフほんとアホの子すぎておもろい。シャッターが開いた？どうしてだ？お前となんか関係あるのか？かわいい。疑問多すぎだろう。絶対関係あるだろ、そんで。あ、ラッタね。ラッタか。ゴルバットだと思ってた。はい。はいね。当てていこうね。あ、よし、そしたら、10連続当てをね。見せましょうよ、そろそろ。2体目ね。今、1連続ね。1連続。1は連続じゃないから、ちょっとおかしいか。これで2ね。いや、これさ、まあそう。何連勤みたいなのあるけど、バイトの子とかがさ、今日で3連勤、なんですみたいなこと言うけど、5が普通なんだよって残酷な返ししますね、いつも。5以上から錬金って言うんだよっていう残酷なね、会話ぶち壊しのことたまに言いますね。あー3連続、まあ、とか言いながら俺4回以上連続で働くことほぼないんですけど、5なんで仕事ってさ、うわ、あ、終わった。基本5連勤なんですかね。疲れないのかな。これもう3日とか4日働くと疲れちゃってダメなんですよね。なんで土日って休みなんだろう。でも連休の方が嬉しいのか。
いや、どうなんだろう。どうですか？なあ、入れ替えて。祝日もなんか月曜多いけどさ。3連休して4日働くぐらいになったら、土日休んで、水か木ぐらい、水曜か、水曜休みとかのが、嬉しいけどな。まあ、そもそも、連休もほとんどないから、空想上の話をしているんだけどね。あ、全然倒せなくなった。え？うわぁ！麻痺には麻痺を。おい、めっちゃ当てる。あれ、俺、命中続いてるっけ、これ。一回外したよね。なんか覚えてないやもん。二連続ね、これで。これは、いやー、どうしよう。いや、やろうかな。もうこのピカチュウいいや。犠牲になってもらおう。妖怪駅。いや、待って、一撃でやられるまである。あー！そんなさ、一回しか攻撃チャンスない時に痺れんなよ。役に立たねえネズミだな。はい。うわー、これ3連続じゃない？あ、全然与えねえ。ビビるぐらい与えないな。妖怪液。ミュウツーをこれ以上溶かしたらすごい怖い顔になっちゃうよ。はい。さらに混乱を与えていく。やっぱ毒タイプきっちりな、草毒。やる技ないわ。全然与えない、そして。めっちゃ当てる。あれ？これ何連続？ 5 連続じゃない？何気に5連続当てしてるよね、今。気のせいかな。わけわか。わけわかの 50% も引いたと考えれば7連続だけどな。ここがびっくりするぐらいの能力値になってる。まあ5連続ね。ああ、終わった。なんだ。記録が潰された。メモリークラッシャー。メモリークラッシャーミュウツー。よし。いや、それにしても、ああ、でも待って、あれだわ。爆裂パンチがめちゃくちゃ収束したな。OK、やりました。びっくり。びっくりしてんなあ。あと、ミュウツーにお守り小判持たせましたね。まあ、お金多分そんなに使わないけど。いや、でもどうだろう。元気のかけらいっぱい買うことになりそうだな。いや、これ、レッド戦勝てなくない？このまま行っても。で、一発も耐えないまま全員やられて終わる気がするんだけど。大丈夫かこれ。ダメな気がしてきたんだけど。はい。いいね。やばいよね、多分。ピカチュウにピカチュウ耐え出したところで耐えなそうだもんな。一回でも攻撃チャンスあればいけるけど。電磁砲さえ当てればね、なんとかやれるけど。冷静に無理な気がしてきたぞ。多めにもらっててさ、5体できたら、こんなんじゃさ、普通にプレイしてたら結構やばいよ。ああ、倒すね。いいよ。サンターも頑張ってきた。まあ、どうせ倒せるから四天王でね、レベル上げてもいいしね。あと、マイキー君をコリザルに早めにしないとね。あいつ戦力外すぎてやばいな。ああ、出ない。やばい。ああ、スモッグでも優しい。キノコでも嫌だったけど。毒にはならない、オッケー。あれ？あ、先生の爪か。そりゃそうだよな。ヘルガー、5レベル上のヘルガーに先生するわけないもん。よし。おい、さすが。相手の日弱さも相まって一撃。ああ、そしてレベルが上がる。倒すたびにレベル上がるようになりそうだな、もう。レベル差がひどすぎて。あ、ミュウツー出してないからお金が少ない。なんていうことだって、こっちのセリフだな。夢がついえたわ。大金持ちになりたかったのに。そしたら、息吹戦か。まあ、息吹も別に何も、どう？まあ、格闘って等倍でいけるのか。ドラゴンタイプに。いいじゃん。じゃあ、キングドラは電磁砲でいいもんね。はい。
はい、そしたら、うつめジムね。いや、道中さ、あれ、氷の抜け穴だっけ？の手前のトレーナー、戦うの忘れてて、動かすの忘れちゃった。まあ、そこら辺の回数は秘密にし、マイキーくん、久しぶりの、チャンスだよ。34レベルの勝てない当てた。いやまだわかんないよね。思った以上に当てる。急所じゃない。思った以上に当てんだ。頑張ってる、頑張ってるぞ。わきわかなら勝てるかもしれない。はい、よし、頑張れ。頑張ったー。やるじゃん。あんま美味しくねえのなそろそろでも進化してくんなきゃ使えないんだけど。ミニ竜変えましょう。まあ、しょうがないね。まあ、レッド戦では主にミュウツー社活躍できないと思っているから。はい。テンさんの爆裂パンチ。テンさんもカビゴンでうまく使いたいとこだけどな。はい、32レベルね。32だもんな。レッド70後半でしょ？だってもう最後のジムだよ、今。大丈夫これ。はい。爆裂パンチ調子いいですね。はい、携帯に通知が来てびっくりしちゃった。めったに来ないのに。ああ、そしたらこの後も戦うのか。 OK。 特攻が倍になるピカチュウとサンダーってどっちが特攻高いんだろう。サンダーの方が高いよな多分、構造だけど。チードラね。ということで、サンダーを育てる。だって37だよ。ちょっと大丈夫？顔似てるな。わー、煙幕は企画倒れになるからやめてほしかった。あー、でも当てる。すごい。まあ、これは、カウントしないでいきますね。倒せ！あ、倒した！やるじゃん。倒せるんだな。10レベル差があっても倒せるんだな。レベルと特攻次第では。まあ、そりゃそうなんだけどね。シードラ37レベルと、でもサンダー27レベルって、そんなに能力変わんなそうだよな。うん。やっぱ才能だ。才能なんだ、この世は。でも努力でなんとかなんのか。これさ、こう落とした瞬間左行けんのおもろいよね。こいつ言ってること謎なんだよな。ジムの誰もがドラゴンタイプのポケモンを使うわけじゃない。ドラゴンよりも強いポケモン、それが俺のテーマだ。だからジムにずれてんのよ、そのテーマ。他のジムでいいじゃん、別に。水のジム行こうよ。ないけど。公園地方にあったよ。あ、でも女しか行けねえか、あそこ。はい。あ、いいね。あ、なんか両方いいぞ。今回の旅でなかなか8連続アーズ死したのにな。あとそんなに当たってんのかな。レシードロね。はい。あ、煙幕良くないって。それはだからカウントできない。当たるんですよね。そっか、なんで当たるんだろう。倒せ。あ、オッケー、よかった。なんかいつもだったら絶対に当たんないのに。煙幕なんか一発やられたら命中100の技すら俺当たんないのにな。この旅をする時だけは当たるっていうね。いつもと違う感じを出してくれるよ。はい。マグマの上にダイブしようとしたら、あれ、あのまま落ちたらマグマの上じゃないの不思議だよね。岩とダイブ2マスもずれた位置に落ちる。上から降りてきてマリコとの勝負。サドスティックなやつですね。触る人に触ればいいかな。あ、当たんない。あ、電磁波。電気の鳥が電磁波食らうなんて、かなんかもうあれだよな。あれなんて言おうとしたかわかんない。ウコッケーみたいなやつわかんなくなっちゃった。出てこない、パッと。まあ、気持ち悪い。なんかあの、なんかアホみたいな表現。オッケーだ。
滑稽っていう言葉がすぐ出てこないなんて恥ずかしいわ。よし、やっぱ電磁波では倒しきれないですね。テンさんに任すか。やっぱ爆裂パンチの使い手もう一体は必要だな。レベル差がちょっとな、やっぱ。はい、先生の爪か。インバージョンの白竜久々に見た気がする。かわいいな。わきわかで割ってくれ。こっちそら PP が足りない。あー割んない。あーおー、はい、あー溶けた。反応するとこ多すぎだわ。当てろ。あー残念。竜の怒り地味に嫌だな。回復、あー外した。先生の爪、あ、先生の爪で外した。何やってんだよ、デンさん。これマイキーチャンスじゃない、もしかして。ダメだ、マイキーは HP14 しかなかった。さすがに先制しないでしょう。当たんない。いや、すごい当たんない。あれ、今4連続ぐらいで外してる。これはやばいか、やばいか。5連続か。いや覚えてないぞ、もう。推定5連続外し。そして、あ、やばい。やばいって。イライラしてくるな。あとちょっとなのに。はい、あ、やった当たった。さすがに8はなかなかな、出せないな。こんなやつのためだけにまたあれか、ポケセンか。はい、じゃあポケセン行ったんで、この女にはな、全部当ててほしい。最近気づいたね、この隠れ巨乳いぶきさん。明らかに胸がでかいんですよね。うん、明らかにでかい。こう、腕を肩、あ、腰に当ててる腕より明らかにもう肘ぐらいまでいっている。うん、めちゃくちゃでかいですね。はい、電磁砲。全部当てよう。あー、全然ダメージ取んないな。まあでも電磁砲でも倒さないと、あー出た、電磁波俺は当たらない法則。電磁波避けることだけには結構自信あるんだよな。ほら。すごくないですか。 25% だっけ。あー、さすがにね、25% の応酬してたなぁ。波乗り覚えてんの。麻痺してる二人に波乗りはちょっと危険じゃないか。あ、でも自分は、でも自分も波に乗ってるわけだもんな。よし、あと一発で、あー波乗りね。波乗りはアニメーション長いって。電磁砲とか爆裂パンチみたいにもっとコンパクトにまとめてほしいよね。OK! やれ!よし、OK! ちょい残しかと思った。いや、ちょっと長いなぁ。あ、でもここ経験値美味しいなぁ。まあ、うま。白竜。いやー、帰るか。天山で一撃で送ってほしいとこだけど。さすがに落ちないかな。やれ!あやん。氷をよぎった一瞬。さすがにないよな。なんでだ。嫌な予感したんだよな、ファって。ルッパーをあんなに簡単に引けるのにな。はい、当たんないんだよな。ジュッパーは通すのに50%は通せない不思議。はい、始まりました。始まってます。始まってんなぁ。回復しましたーで始めようと思ったら凍ったわ。やれ。あら、先制すんのかな。2連続だね。先制の爪だと思ってたけど。あ、倒さないかー。そっかー。テンさん。倒しきれないんだ。あ、ナイス。終われ。どっちですか。あー、先制なんだ。へぇ。あ、クリアってそんな遅えの。レベル上がる。48。いやいや、遅いよな。48よりないの。だいぶ遅いけど。そしたら。
あ、それか先生の爪3連チャンか。先生の爪3連チャンしてた。すごっ。こんなことあんのか。いやー、すごいな。あ、でもこれは麻痺だからか。頑張ったな、テンさん。あーららららららら。ら何もできずにやられたな。はい。テンさんなー、やっぱ電磁砲当ててからじゃないと、ちょっとあんまり戦えないよな。素早さ遅くてね。オッケー、半分当たるね。まあ結局、ミュウツー頼りですね。ナイス、わけわか。からの。あー、外す。外すな。電磁波もうざいな。こっちは散々麻痺にしてきてるけど。竜の息吹。あ、わーんでだ。どうしてどうして 25% はすぐ出るんだ。あ、当たんないんだよ。負けるぞ。ミュウツーさん。わかってるよね。わかってるね。イライラしてきたぞ。パート2まではあんまりなかったイライラがしてきたな。どうした。氷に回もしたし。ああ、やっと。ギリギリを楽しむタイプか。俺そういうタイプじゃないんだよな。ロープレとかもレベルを上げて一気に倒すタイプなんだけどな。なんか戦略を駆使して戦うというよりは、ゴリゴリレベルを上げて力技でねじ伏せる方が好きなんだけど。絶対勝てねえじゃん、こんなの。ああ外した。千載一遇のチャンスを外した。あ、でも竜の息吹なら耐えるんじゃない、ギリ。あ、無理か。無理かな。あー、無理ですね。どうしよう。やばい。やばいぞ。麻痺を直そう。赤い光線。あー、そっか。これはまずいね。これはマイキーとサンダーを生贄に捧げて、ミュウツーを全開にするしかない。急所。ひどすぎる。はい、あと手持ちにはミュウツーのみ。大丈夫でしょうか。行きましょう。はい。あー。外れる。あー、よくない。煙幕やばいやばいやばい。それはやばい。やばいって。あー。これはダメだな。入れ替えるか。元気のかけら使って。はい。しつこく煙幕をしてきてる間に入れ替えて波乗りを食らうと。どんぐらい受けんだろう。思ったより受けるんですけど、急所じゃない、しかも。やばすぎ。やばすぎ。はい。よーし、オッケー。最低限。これ大丈夫か、でも。60、じゃない。59受けたのか。じゃあ大丈夫か。乱数で倒れる範囲じゃないよね、さすがに。ミュウツーさん、大丈夫だよね。はい。え？しょ。まあ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 。もちろん怠慢と言いつつ、復活させといてますよ、かけらで。さらに爆裂パンチ、オッケー。麻痺混乱。でももう、あとミュウツーだけですね。負け、これで負けたら終わるんだけど。危ない。攻撃されたら負けちゃうね。どっちがいいだ、電磁砲かな。ああ、だろうね。すごい傷薬してくるから、やばいって。やばいって、それは。違うって。よし。とりあえずセーフ。違うって今じゃないって。全滅しちゃう。よし、おい、ロッキー。よし。いや、ちょっと。ちょっとなぁ、思ってたのと違う。違う。負けちゃう。また急所はさすがにないと思って油断してるけど、大丈夫ですよね。いや、危ない、セーフ。そりゃそう。はい、回復して当てろ。あー、しびれろ。いやーピーピー切れんじゃねえか、これ。なんならあと急所で負けるんだよな。元気のかけら使っとけよって話なんだけどね。よし。はい。当たんないですね、ここに来て。全然。全然当たんない。結構な連続で外してねえか、気のせい。あ、やっと痺れ出た。はい。うわぁ。やばすぎ。あ、また痺れた。いや、終わりじゃん、これで。
ピーピーが尽きた。元気のかけらを使うしかないな。いやでも他のポケモンだと耐えねえと思うんだけど、大丈夫かこれ。まあ、2発耐えてるうちに2体復活させるか。はい、やられる。まあ、そしてね、最後急所に当たったけど、あれ痺れた後なんでね。テンさんは HP 満タン、やれ。よし、さすがテンさん。え、ビビるぐらい与えたんだけど。なんだ、そんな防御低かったっけあいつって。なんかこんなすげえアイテム使っちゃった。テンさんで、いや終わりだったのにな。こんなんじゃポケモンリーグ挑戦なんか無理よって言われたけど、確かにって思っちゃった今。よし、そしたらもうあれですね、若葉タウン行こうかな。はい。